バイデン政権による学費ローンの返済を一部免除する措置をめぐる訴訟で連邦最高裁が口頭弁論を行いました。 アメリカでは成人の6人に1人が学費ローンを抱えており債務総額は1兆6 0 0億ドルに上ります去年8月にバイデン政権は学費ローンの一部返済免除措置を発表しました年収12万5 0 0 0ドル未満の場合は最大1万ドル低所得者向けの奨学金を利用している場合は最大2万ドルが免除されるというもので 費用は4,000億ドルに上ると試算されています。対象者はおよそ4,500万人で、すでに2,600万人が申請しています。この学費ローンの返済免除措置をめぐり、共和党が地盤の6州と、学費ローンを借りていて返済免除の対象になっていない個人2人が、政権を相手取り、措置の差し止めを求めて提訴していました。 28日火曜日、この2件の訴訟について最高裁で口頭弁論が開かれ保守派判事は返済の免除措置が政権の権限を超えている可能性について言及しました。I think most 去年8月に行われた世論調査では、半数以上の人が学費ローンの一部返済免除を支持すると回答しています。最高裁の9人の裁判官のうち、保守派が6人を占める現在の状況では、一部返済免除は支持されない可能性が高いとされています。最高裁の判決は6月下旬に下される見通しです。学費ローンもそうですが、 アメリカの大学の学費の高さも問題なのではないでしょうか。